皆さんこんにちは沖縄メディア研究会プレゼンツ内縄間の時間です担当の下朱音ですよろしくお願いいたしますこの番組は沖縄の市町村をめぐりですね私がお勧すすめしたいところを紹介していく番組です他にも内縄口や沖縄あるあるのコーナーも取り入れていますのでぜひ最後まで付き合っていただけると嬉しいです ですね。番組に対するお問い合わせは、メールアドレス七六一アットマーク、アットマーク、f m c o z a j p 七六一アットマーク、fmkoza.jp ファックス番号は零九八九三四八六五三零九八九三四八六五三までお願いします。はい。えっとですね、さっき、 今日はですね、椎名ちゃんいないんですけど、お昼ぐらいに連絡が来てましてですね、今日、今日来れないかもしれないということで、じゃあ分かったってなったんですけど、かもしれないだったので、ね、さっきまで来るの待ってたんですけど、まあいないので、一人でやっていきますので、お願いします。 でですね、先週、先週、先週はですね、えっと、島田先生っていう、この沖大メディア研究会を面倒見てくれている沖大の先生がいるんですけど、その人と椎名ちゃんと3人でですね、えー、この沖大メディア研究会の別のメンバーが、 何をやっているのかっていうのを見に行ってですねえ見,見に行ったんですけどこのこの後輩たちがですね公文何だっ,たっけなえー、公文堂コミュニケーションズコミュニケーションズっていうところ会社で会社と NTT とコラボしてなんか企画を進めているみたいなんですけどこのタウンページに載せる何だったかな載せる企画を進めてましてそれをその会議をしているところを隣で聞いてたんですけどなんかすごいことをやってるなみたいな感じで。 思ってたんですけどなんかねなんか自分自分の先輩たちもすごいなんかあなたがパンフレットを作って1代目が沖縄メディア研究会の1代目の先輩がパンフレットを作ってでで2代目が2代目が なんかラジオ、この今やってるラジオを始めてでですねで自分たちはそれを受け継いだ自分と椎名ちゃんはそれを受け継いで受け継いだだけなんですよね何もすごいことはやってなくてでも、この後輩たちもまたまたすごいことをや,やってるみたいでですねねなんか、ね、自,分自分と椎名ちゃん は自分たちどうしますかみたいな話をしててですね,ねラジオだけじゃみたいなことを話してたんですけど、まあ、今はねこれを一生懸命やってるのでまだまだこれでいきたいなと思いますじゃあね最初の1曲目に参りたいんですけど今日の1曲目は うですね、西,の西のかなでトリセツ聞いてください。 うちの甘い FM 小座から下あかねが生放送でお送りしています。はい、早速最初のコーナーは地域紹介に入っていきます。えっとですね、今日は、えっとですね、えっと、那覇市中居間にあるお店なんですけど、えっとね、レストランプラスカフェ。 マルカフェっていうお店を紹介していきます。とですね、このお店の面白いところはですね、えっ、ー、とね、サイドバイキングにあ、ランチセットの中にですね、なんかコーンスープ、サラダ、手びちっていうのがあって、それが食べ放題なんですよ。 このね、手びちの食べ放題って面白くないですか <laughs> ねでも初めて見てですねなんだこれみたいな感じで思ったんですけどこれが食べ放題で,ですので,で一応好みもあると思うんですけど沖縄の人は大体好きだと思うのでいいかなと思いますでこの手びちがですね 那覇市の公設市場から、公設市場で買って、えーっと、何だったっけ。仕込みと煮込み煮込みで丸々2日間くらいかけてトロトロになるまで煮込むそうです。はい。 で,でこの手びちがですね大人気でお持ち帰りもできるみたいでできるみたいですはいでででで,でこれと同じで人気があるのがアップルパイアップルパイとアップルパイですねこちらもお持ち帰りで人気ナンバーワンの メニューだそうです、すでこのアップルパイはですね、あー、何だったっけえっ、ー、とね、甘、あんまり甘くないというか、なんか、大人の味というか、そんな感じです。なので、ね、一個じゃ、なんか物足りなかったですね、なんかもっと食べたいみたいな感じの。 なるのでお持ち帰りにねできるのでそれもいいかなと思いますでこのランチセットランチメニューにプラス200円でこのアップルパイかティラミスが食べれるそうですででですね で、このお店はですねこの先週この椎名ちゃんと島田先生っていうね沖大メディア研究会をですね、面倒見てくれている島田先生とで行ってきましたで島田先生がね美味しいところあるから連れて行くよって言ってくれてごちそうしてくれたお店ですはいじゃあね詳細情報をお伝えしていきます 場所が場所が沖縄県那覇市中居間306-4にあって営業時間がランチタイムが11時から17時でディナータイムが17時から23時までとなっていますでですね3月からこの毎週月曜日と 火曜日のディナータイムはお休みしているそうです。でもランチタイムはですね、毎日営業しているので、ぜひ皆さん行ってみてください。で駐車場も、うん、10台ぐらいは止めれるスペースがあったので、結構いいかなと思います。で、で何だったっけな。このテーブル席、 座敷もあってです、ね、お子さんお子様連れでも安心していけるかなと思いますのでぜひ一度行ってみてくださいはい次の曲に行きますこの曲はですねこのね最近テレビでテレビのテレビでやっててこの X ファクターこのイギリス でやってた X ファクターで歌っ誰だったっけクリストファー・マローニーさんっていう人が歌ってた曲がこの「ベッド・ミドラーの『ダ・ローズ』っていう歌なんですけどそれが良かったのでそれを流していきますので聞いてみてください。 はい、お送りしたのは「ペットミドラーでダローズ」でした、えー、はい続いてはですねここで地域紹介2をいつもやってるんですけど今日は、ね、フリートークでフリートークいきますちょっと待ってくださいね えー、今日はね何の話をしようかなっとですね最近あ最近ですねなんか「スラムダンクスラムダンクっていうね漫画を見ようと思ってですね最近ツタヤで借りてきたんですよ。 最近ね、つた漫画も貸し出ししてるんですね。そうそうそう。で、自分、小中高バスケットをやってきたんですけど、この「スラムダンクを一度も見たことがなくて、バスケ部なのに見てないのみたいな感じでよく言われてたので、ね、最近ようやく手に取って、手に取ってみました。で ツイキャスでですねえー、AKB ファンさんが「あかねちんこんにちは今日一人椎名ちゃん大阪か探してるけどわからんわらわら」って来てるんですけどねでしかも「あかねちんネタ考えてなかったんか?」って <laughs> 言ってるんですけどここ,ここのコーナーでですね しなちゃんにお願いしてたので自分ちょっと名前な名まけてましたすいませんででフリートークにちょっと変えたのでぜひ参加してくださいでええー、中村さんがツイキャスでパラシュートを三振に貼ったのを見つけてテンション上がったってえっ シュートを三振貼ったのを見つけてテンション上がったってどういうことだでまあまあ,あーで今ね「スラムダンクを読んでるんですけどこのなんかこのきっかけこのね面白いですねまだ1巻しか読んでないんですけどこの主人公の名前何でしたっけ、えー 何、えー、だったっけ、さく桜木桜木が、なんか、この赤木春子っていうのに一目惚れして、この彼女に近づくために入ったですよね。で,でも、この赤木さん、赤木春子は、ね、別のルカワっていう。 のが好きっていうねちょっと悲しいんですけどでもねみんなみんな読んだみんな読んでるんですかね「スラムダンクとかああんかうーんなんだろうななんか定番の漫画って「スラムダンクもっとはもっと何がありますかね「とワンピース c e n 自分全然漫画読まないので全然その世界がわからないんですけどねっこのツイキャスでよしあ中村さんが「桜木るかはあと一人誰だっけ?」って書いてあるんですけどお,にお兄ちゃんお兄ちゃんですか赤木何だったっけこれ赤木春子のお兄ちゃん 違う違うかな難しいなそんな感じで今読んでますなんか面白いのあったら教えてくださいあー難しいねこのままんかフリートークもあーどうしよっかな えい追決で中村さんが「ル流浪にシンむちゃくちゃハマった」って「ル流浪にシン見てみます今度ねまた是非それでおしゃべりしましょうねはいじゃあちょっと曲に逃げていいですかえー、っとですね次は次はですね トラビーマッコイ・フューチャリング、ブルーノ・マーズでビリオネアです。聞いてください。 うちの名前、FM 小座から島あかねが生放送でお送りしています。はい。先ほど CM 中にですね、えー、っと、ツイキャスで聞いてる方に、日曜日はどうやって過ごしてるんですかって聞いたんですよ。そしたら中村さんが、半分ゲーム、半分ツイキャス、間にかじって。 ね、なんかね自分はですねラジオ来てバイト行ってまたもう一個のバイト行ってで日曜日が終わるので皆さんはどんなして過ごしてるのかなと気になったところですね中村さんはゲームとツイキャスト家事をやっているということでねゲームゲームも最近 ね、全然しないんですけどゲーム何がいいかなあゲーム最近やったやなんか友達のお家ででんかなんかね怖いなんかゾンビのゲームみたいのやったんですけどそれが久々かなでもこのコントロールの仕方が全く分からずすぐすぐね すぐゲームオーバーになったりとか,とかもうこの友達に何回か助けてもらったりだとかねやっ,てるやってましたあ今 AKB ファンさんが1日パソコンで Facebook とツイキャス見てるってえー、1日 Facebook ね見てしまうかなツイキャスツイキャスでツイキャスも見てるんだ あ今こうやって見てくれてるというわけですね。ありがとうございます。はい。じゃあね、早速、早速っていうか、次のコーナーは、次のコーナーに入っていきます。次のコーナーは、内縄口です。今日紹介する内縄口は、渋いです。えっとね、冬瓜、冬瓜ですね。で、旬の季節は、 夏、7月から9月で9月ですでもう約半年以上日持ちするため冬まで持つこれなんていうの売りということでな,なんていうのかなあちょっと勉強不足です冬まで待つということで冬瓜と言われるそうですで、でスーパーパ見,見たことを なないいってないですよねほとんどあるんじゃないですかで食べたことないっていう人もいないですよねきっと渋いは沖縄の家庭料理に欠かせないですよね多分ね渋いの渋いの料理で一番好きなの渋いの料理でえ 普通にソーキー汁とかに入ってる渋い料理ですかねそれはは好きですけどねでちなみに沖縄では4月10日は渋いの日だそうですじゃあね渋いを使ってですねちょっと会話会話文を一人で読んでいきますので聞いてくださいおばあ今日のご飯何なんね あんたの好きな渋い汁さ。ほんとやった早速食べようっておばあ渋いしか入ってないさ。あんた渋い好きでしょいやさすがに飽きるからっていう感じでやってます。やってはやったんですけど。この渋い なんかね、食べ過ぎるとお腹を下すっていう噂があるそうです。噂なので、ね、本当かどうかわかんないですけど、誰か試してみてください。<laughs> 嘘、冗談です。ってこと、渋い、渋いは自分、なんか飽きないですね。なんかね、大、なんかね、いつも、 なんかね、ーキ汁かなんかに入れる時お母さんは渋いと大根を混ぜて入れるんですねなんか渋い高いからみたいな感じで言ってなんかちょっとごまかすごまかすっていう感じに入れるんですけど、ね渋,いね、渋いをね大根より多く取ってしまうので大根だけが余るっていうねいつものパターンが。 自分たちのうちではあるんですけどはいじゃあね今日紹介したうちの口は渋いでした当願っていう意味ですね是非覚えていてくださいじゃあまた今日ね曲が多いですけど気にしないでくださいね次の曲は「ケ明名詞でドライブです」聴いてください はい、お送りしたのは、決ツメでドライブでしたで。ドライブしたいと思った方は、いるんじゃないでしょうか。じゃあね、最後のコーナーは、沖縄あるある。沖縄あるあるです。今日紹介する沖縄あるあるはですね、えっ、ー、と、三河健一より、 三河健一郎の方が有名はいどうでしょうかどうでしょうかねもう見た目が三河健一にとっても似ててですねこの声とかもう似てますでこの方はですね沖縄で活躍する 沖縄モノマネタレントの三河健一郎ですで沖縄の CM によく出てきますでこのこの人がこの三河健一より有名沖縄ではですね沖縄では有名っていうのが沖縄あるあるですどうでしょうかはい AKB ファンさんがツイキャスで かネっち来週、椎名ちゃん帰ってくるって書いてあるんですけど、来週、あ、来週は来ると思います。すいませんね、椎名ちゃんがいないと、ツイキャスの皆さんがね、悲しむので、ね、ちょっとね、複雑な気持ちですけども、来週は来ると思います。椎名ちゃんもね、結構自由なので、 でも再来週はなんか旅行行くっていうことでまた自分が一人でやるんですけどその時もお願いしますねその時もはいさて今日の放送は以上なんですけどエンディングに入っていきますエンディングの曲はですね begin の おばあ自慢の爆弾鍋を聞いてくださいはいで今ツイキャスでタクタクヤタクヤさんでいいのかなうんー6名ちゃまおつかれちゃまぴょん6名さま なんだろうねで AKB ファンさんが「悲しんでないわ笑茜あかねっち頼むぜ」って悲しんでないんだね <laughs> ーみねえ,み,ねえみな、ね、しなちゃんねは可愛くてとてもね面白いので皆さんが退屈しないで済むと思うんですけどまあまあまあ来週は2人揃って放送できるようにしますので 来週もぜひ聞いてくれるととても嬉しいです。はい。はい。じゃあ今日の放送は、今日の放送紹介したのはですねと、レストランプラスカフェのお店、マルカフェというお店と、内田口では渋い。 沖縄あるあるではこの三河健一より三河健一郎っていうモノマネタレントが有名沖縄では有名っていうねはいでツイスでオロチさんが楽しみにしていますって来週も会えるのを楽しみにしてますはい以上今日お送りしたのは 下茜でしたありがとうございます。また来週もお願いします。